原神圧、原神圧の諸原神圧。字は、造やい、または、小もやい、号は、赤仙古寺。新末の実業家、教育家、書道家、画家。石膏商事系出身。1862年、理工商の幕僚となり、同大、地府、天津師を務む方便などを歴任した。その後、実業界に転じ、1887年に、 銀五万両を投じて、姉派に、道常元機危機義尻花賞を設立した。これは中国で最初の面相工場であった。1894年、姉派に道常元宝石局を設立した。これも中国資本による最初の近代的機械宝石工場であった。その他に、天津海物家老金店、天津海道特需号、老朽賞、 中ドン層などを創設した。1897年、中国通商銀行の総経理となり、指名銀行も設立した。1902年、上海商業会議公所の首届総理となり、1905年には中国発の保険会社である花京保険公司の設立に加わった。その他多くの製麺所や製油所などの工場や海運業、あるいは東古鉄路、 ね波鉄路などの鉄道業に投資をしている。事前事業にも、積極的で、石膏省、暗記省、山東省などの災害救援、芝府当局などの公共医療衛生機構の創設、養成学堂、芝秀吉塾、芝谷塾、不春義塾、著災学堂などの学校の設立を行った。書道家、画家としても知られ、書は、長毛布の書風に似ており、絵画は、 足ガンズで知られた。コナが足ン渉長12巻を残している。この原子ひとしも実業家である。ありがとうございます。